こんばんはイヤホン TV のお時間ですこ,んんこの番組は毎週水曜日と金曜日の19時から1時間オーディオトークを行っている番組となっておりますはい私谷美久ですはい上司浜田ですはいこんな二人でやっております、はい、今日なんですけどね <laughs>、はい、あのー、今日あのソニックマニアがあるんですってはいらしい。この 放送が終わった後にしであのーまあ、うちのテクニカルの、ねはい、配信側の,あのバンブー君が仕事が終わり次第そ<う>もうちょっぱや屋で向かうというふうにおっしゃっておりましてかなり気合を感じるわけなんですけどもね。タフだね、うん、でもあれですよ週末とかあれですよサ、うん、マソニアって。 サマソニーあったりね。はい、そしてやっぱ夏フェスシーズンっていうことでまあ皆様とちょっとコミュニケーションを一瞬取ります。はい、はい。そうです、ね。まあまあ夏フェスと言いましてもあれですね。あのー、もうもうあともうオーラスというかあと何回かの夏フェスで今年の夏フェスもねフィニッシュを迎えるんですけどあるその来週とかが泉大津フェニックスとか。 松,松じゃない先週はロッキンがありましたね、はい、先週とその前はロッキンとかって、はい、皆さんフェスとかライブとか行かれました、うん、っていうお話ですよ。僕はねもうと,んと言ってないですねずい,ちょずいぶん前にその自分が出演するその台湾のフェスとかがあ<ー>行きましたけど。 出演するのがいいですね。出演するといいですよやたらの酒と食べ物がもらえるんで <laughs> いいな <laughs> いいですねなんかあのいっぱいあのビール飲みまくってたら、うん、あのあまりにも日本人のバンドが飲みに来るってなってその、うん、だからあの「<laughs> パス見せろ」って言われました。へ<ー> <laughs> ちゃんと出演者が。毎回パス見せろって言われてなんか出演者やってみたいな。<laughs> えー、はい、面白そう。はい、皆さんライブ行きましたか？フェスとかライブ行ったよとかフェス行ったよ、うん。最近行ったって話ですね。最近はでも配信ライブとかもあるじゃないですか。うん、あ、お家で見れますもんね。そう、お家で見れたりもするし、うん、まあでも今日この最近はライブに行かずお家でゆっくり過ごしてますっていうね。はい 方々もいると思うんでどうなんだろうっていう今日は結構音楽トークでで盛り上がろう世界ですね、うん、どっちかっていうとでもあれですねイヤホン的には配信ライブの方を押していった方が多分売り上げ的なやつではね <laughs> そうでしょう <laughs> いいんで,、ね、で,で聞こうみたいな。<laughs> そうそうそうこの首にかけるタイプのねあの個人用のスピーカーですとかそういうのを使っていってこうお家であのフェスを再現するみたいな方が多分イヤホン的にはありなんでしょうけど。 今回は違います何す今回で違うかないんですけどまあ、うん、どれもいいんですけどね、うん、ちょっと見方が違う特集ということで、まあ、そうまあライブってね楽しいんですけどやっぱ大きい音が鳴るのでまあま、ね、そうやってライブ会場でも、はい、大きい音の中でも耳を守るためにも耳を守るっていうことも大切になってくるので <laughs> そこで活躍するのがイヤープロテクトはいい耳栓でござまます <laughs>、まあ今日はそんなあの、はい、いろんな耳栓の 話を聞かせていただこうかなというわけでいいんですよね。はい。はい、で、今週はこちら <laughs> 使い方いろいろライフスタイル別耳栓特集。はーい。今日一声出したわ。今日一声出したい。はい。よかったですね。あの今日一声が出て <laughs>、はい。耳栓って言ったらま周りの騒音から逃れるためのグッズだっていう方が多分。 っいう認識が多いと思うんですけど、うん、まあ聴覚守るためだったり、あと水に入らないためだったり、うん、まあなんかいろんなシチ,シ,シチュエーションで使えるよっていうことを今回提案して、はい、そういう固有ううシーンにはこういう製品があるんだよっていうのをご紹介していこうと思う番組でございます。うんうん、まあでも耳栓と言っても非常にそのこのねあの近年多くなってきてまして、うん、でまたその。 このコロナ禍になってから、耳栓の需要ってすごい増えたらしいですよ。あー、そうなんですね、うん。なんかいろんなその場所で、その騒音をカットしない、したいとか。うんうん、なんかその、音楽的に、その音、音かな、サウンド的に、その、うん、その個人。 をセパレートするみたいなグッズとしてまあ、イヤホンが注目されてたりとかで、そのイヤホンが注目されてるのと同時に、うん、あの耳栓も注目を集めたというふうに伺ってるんですけど、うんはい、結構種類ありますよね。イヤホンもね。いやめちゃめちゃありますよ。じゃ。こ 今日のためにもうちょっと調べてみたんですが思った以上によってびっくりしましたね各社ね,ねいろいろ結構いろいろあるんですけどもはいのでも皆様、はい、どんな用途でどんな時にどういうのがあるのかっていうのを楽しみにしてくださいはいえー、っとあれですねはい、はい、いきなり来ましたねこれまずはこちら、はい、普段使いにおすすめということでループのクワイエット イヤープロテクター新品価格千九百八十円。はい、発売日が二千二十一年四月二十。あ、四月二十八日。発売の製品です。主な特徴は周辺ノイズを二十七デシベルカット高い耐久性を保つ。ソフトシリコン製のイヤープラグ。本体すべてシリコンのため、水洗いが可能となっております。えー、まあ、でも、二十七デシベルカットって結構な、まあ、量なんですけども。うん、どんな製品なのか、ちょっと。あの、アップで見せていただきましょうかね。 小さくてはい小さいね小さいなんかスタイリッシュな見た目ですよねあ<の>リング状のねのちょっとこれどうなってるんですかこうシリコンでプニぷプニですねうんなので柔らかい先端はイヤーピースみたいになってるの先端はイヤーピースでイヤーピースは変えられる変えられるんじゃない変えられる 変えられないです。変えられないの。変えられるか。変えられるような気がしてたよ。変えられるけどシリコンすごく柔らかい変えられます。変えられますね。はい。そう外れる外れるんやと思うのよ。あすごい。外れるよね。全部シリコン。全部柔らかいんだよね。はい。なんか不思議な感じしますねイヤホンやとここ絶対にシリコンってないから。まあそれは確かにそう。ね不思議な感じ。じゃあイヤホンみたいなシリコンの塊を耳の中に入れて。はい。 ノイズノイズじゃないわその騒音をカットするっていうようなタイプのものなんですねでもやわらかいからあれですねなんかその寝流れとかでも使えそうなタイプなんです、ね、そうですねゴロゴロできるあと普段使いにおすすめっていうところではい、はい、まあだからどういう時に使うかっていうと、まあ普段静かにしたい時集中したいなっていう時とかお仕事中とかにこういうのをつけながら仕事するとすごくはかどるのでは、うん あれですね、その勉強とかの時とかにはがどりますよね普段使いの中で言うとねやっぱねあの気になるからね周りん、うん、なんかそのちょっとぼやっとしちゃったりとかするからこ,う、うん、せこの精神を統一する時にこの音をカットするっていうのは非常にいいんじゃないでしょうかおつけてみるつけてみようすごいシャンオファルされるつけてみてくださいよ<あ>見た目をね見た目をちょっとお届けしたいなとこれでもうすごいねしっかりとこう入る感じはしますよ これ寄れそうですか。これ分からへんな。これパッと見。といいですか？あ、でもえっとメルちゃんカメラ寄ってくれると思うんで。ベルちゃん。はい。そうですかね。これじゃないよ。うん？今の画像の方で。あ、こっちか。うわ近、近い。近い。むずい。ちょっと待って。太一さんそれ右左間違ってません？待っ,ってます？接てる？ 私左耳見えへんな左耳見へんなやばあいはいんん浜田さんあこれはライブ用ループあそういけてんじゃない目赤くなっちゃったちょっとじゃ寄ってもらってもいいですかどうかないけてる <laughs> はいあいいじゃないかい分かってる多分多分高齢ですよ。 はいこんな感じです僕がバチバチに入りすぎるんかなこれ <laughs> めっちゃ奥まで入るんですよへー私見えないでしょでも全然なんか私はそんな入ってないよって感じもしないですけどなんかサッとつけれますけどねこんな感じでしたなんかその形がすごいその ユニークですよね。取り出しやすいし、うんうん、あの何、ー、というか通常のその今までの耳栓のイメージってなんかその収縮するもの、そのスポンジみたいなやつを入れるみたいな感じだったけど、うんうん、なんかダサくないところがいいですよね。そうですね。おしゃれこれ。音はどのくらい聞こえなくなる？結構遮音されますよ。 僕感覚的には、なんかどっかの帯域っていうよりかは、もう単純にその耳塞がってるっていう風な雰囲気が大きいかなと思いますね。遮音性に関しては。そうですね。まあ、静かなところで、これぐらい浜田さんが喋ってる声とかは聞けます。うん、けど。うんうん、結構、その空調の音とか、そういうものは一切なくなるので。 ほど集中しやすい環境が作られるのかなって思います。おおよそなんですけど、例えばその僕がこの場で喋ってるデシベル数って。だ大体八十五とか、そんなもんとか、やと思うんですよね。八十五とか九十ぐらいまであるのかなと、うん、騒音系で言ったら。で、それから、あのー、まあ、二十デシベル、三十デシベル前後下がるっていうことは。うん、静かな、えっと、図書館ぐらい、図書館とか、オフィスぐらいの。騒音のレベルなんか、六十デシベルぐらいとかまで下げてくれるってことやから。 その全く聞こえてへんっていう感じじゃないんですよね。うん、あの聞こえるけれども、そのなんか静かに聞こえるようなところまで落ちるっていう風なイメージですね。はい、20デシベル減っていうのはだいたいそれぐらいのイメージをしていただけるとわかりやすいかなというふうに思います。はい。はい、じゃあ次お願いします。はい。はい。次ビクターイヤープラグ新品価格3,960円発売日が2021年12月8日。 最大3 5五デシベルカット、高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を実現、うん、睡眠時も快適な装着感。エアクッション構造、遮音性を選べる2種類のイヤーピースを付属。これめちゃくちゃいいんですよ。あとめっちゃ可愛くて。うん、ちょっとこれね、実物見てほしいんですけど、よろしいですか。はい。そう、この袋ももう可愛いよね。この。そうそう、ニッパー君の、えっ、ー、と、傘が付いてたりとか。 あとはね本体ちょっと本体ちょっと触れてみてもらっていいですか、はい、内側を内側内側そうそうその内側よあこれかそう柔らかいでしょうシリコン <laughs> 柔らかいっていうねこれちょっとなんかそのクッションみたいになっててシあのどかから音が出てる感じですねはいこのクッションみたいになってて、うん、あのその耳のその このこの部分あるじゃないですか、うん、グって当たる部分、うん、このグって当たる部分にクッションが入ってるっていうのがねここがプクプクしてるんですよそうプクプクしてるのこれがまずいよねじゃあこれ一緒に装着してみましょうかはい。今、まあ、ちょっとあの手持ちのカメラがないけど、はい、これよく見るあれやトゥルーワイヤレスみたい <laughs> よく見るトゥルーワイヤレス トゥルーワイヤレスうん、そうですね。そう、パットミニはトゥルーワイヤレスイヤホンみたいなルックスをしつつやねんけど。はい、しっかりした耳栓ですよね。うん、え、でもだいぶさ、あれじゃない、その。なんていうの、遮音性高くない。うん、かなり。 しかもこう装着感もいいからぐっと奥までそうそうそう,そう耳全体をこの止めてくる感じやからすすごい高い高んですよねっさっきより浜田さんの声小さく聞こえるからそうなんですよさっきのそのループよりもおおよそですけどその10デシベルぐらいあのより強く遮音するタイプのものなんであのさっきよりも僕の声遠いと思うんですよね静かやと思います、うん、遠いはい見た目的にもいいですよね、うん、なんかこう清潔感があってね

イヤー感ありますねあなんかね、あのー、こういうおもちゃの怪獣とか持ってたなみたいな感じの柔らかさなんよねめっちゃやかくていだから言うんだけどイヤ,ーイヤピースの部分がシリコン製のタイプのものと低反発タイプのものがあるんですよそう、そっちが低反発でこちらシリコンタイプなんですね 白のものでちょっと色飛びしてるかもしれないですけど、それがォームでこっちがシリコンですね、うん。で、このタイプのものが選べるっていうのもいいし、で、うん、それをまとめてる袋っていうのがさ。かわいいやん。うん、はい、かわいい。これかわいい。<laughs> なんかセットアップというか、トータルのそのデザインみたいなものがすごい可愛くて。なんかね、この。このタイプの。なん、や。 えーとイヤープラグって、うん、なんか耳栓って呼べ呼ばさない可愛さとかかっこよさみたいなのがイヤープラグって感じですね。そう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 ループも耳栓って感じで、うん、ちょっとイヤープラグってこのかっこよさがあるからこのあたりがですねまあ普段からもあの使いやすいものなのかなというふうに思いますね。うん、はいはいじゃあ次いきます。はい次いきますか。けるはい。 におすすめ、最後はイ,ヤホ,ンイヤホンラボのラズラズイト100、はい、新品価格1万7800円発売日が2020年11月26日です。ユーザーの耳元耳型元をもとに作成するハードタイプのアクリル製オーダーメイド耳栓一般的なカスタム IM と同様に、うん、自己使い中までカバーするタイプ3つのサイズと。うん 10色の基本カラーに加え豊富なカラーオプション過去有料がありますということで、はい、言ったらオーダーメイドなんですカスタム IM の耳栓盤の方が多分イヤホン好きの方々なら分かると思うんですけどこれは今日あの、うん、えっともうこの後のねあのイベントが控えてるバンブーくんの耳型なんですけども <laughs> 非常に可愛いですよね。ここういうういいれはあの本当オリジナルっていうかあの、うん オリジナルでで、はい、特殊な、ね、あのカラーですね試作の時に作ったそのカラーみたいなんで、うん、まあこれと全く同じっていうのはなかなか難しいんですけども、はい、まあこのような形でですね、まあ、オーダーメイドで、えー、ご自身の耳の形に合った、えー、耳栓が作れるというようなものなんですね。何、うん、かちょっとねあのなんていうかその浮遊感が、ね、浮遊感がある感じのね。<laughs> はい、こ,れこれが多分一番遮音性高いんじゃないかなって思います。あれよねその「遮音性高い」っていうのもあるねんけど、うん、オーダーメイドっていうのがやっぱ,です、ね、やっぱり耳の形にこう、うん、あ合わせて自分の耳の形なのでうん、うん、だからそのままやっぱり一番こう隙間がないデザインですね、うん、これは。 あれですねその何というかあのー、オーダーメイドイヤーピースのエアーラの技術をこの耳栓の製作に生かしているっていう風なものなんですね。で,ねなので,でこれもどっちかっていうとあれですよね、うん、あのサイズもそのありまして今これあの100で紹介しましたけど。うんはい、あのー どのぐらい耳をあの車音して覆っていくのかで、うん、あのちょっと種類が違うんですよ。そうですね、はい。この部分をちょっとね、あのどのくらいのその耳栓を作ろうかっていう部分もオーダーメイドで選べるっていうところの、うん、ええ台詞なのかなと。さっきの画像一回戻せますか。アラズライトのその画像。それじゃない。あのスライドのってことですね。スライド。<laughs> はいこれが多分大中小の大きさですね。そうですね。一番端ってどっちの端右ってと左ってとどっちだろう一番大きいやつが一番耳を覆うところが大きいから、はいね、えっ、ー、とわ100ですねでえっ、ー、と中真ん中の部分が80で一番小さい部分これがもうほとんどイヤーピースまあうん、えっとオダメとイヤーピースと同じようなぐらいのものなんですけど、うん、これが40ですね。うん、はい。 各値段が違いまして一番大きいものが1万7,800円で真ん中のものが1万5,800円一番小さいものが1万円となっておりますまあ当然ですねやっぱ大きいければ大きいほどその遮音というかあの外部の音っていうのをえその遮断する力っていうのは強いのでより高い遮音性を求めらし求める方とかあの大音量であの。 大音量の状況で長い時間働かなきゃいけない方とかはすごくいいかもしれないですね。うん、そうですね、うん。例えばそのね、あ、なんですか？あのなんかライブの写真家さんとか。ああ、確かに。そう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 、うん、カメラマンとか、例えばその一番そのフェスの最前列にあの立ってらっしゃるそのガードマンとかの方とかはそのイヤオなしにすごい大きい音なると思うんで、うん、あの方とかはそのつけた方がいいのかなっていう気がしますね。確かにです。はい。 ワンブーちゃんこれ何するとき用に作ったの忙しいかな、今ああ、あとラボのなんか試作みたいなのをいろいろフィードバックしたりとかああ、どういうときに便利でした,ううでしたえーっと、まあ休憩時間とか、なんか、うん、そう本読んだりとかあ、休憩時間にね休憩時間、ちょっと軽く寝たりとか本読んだりとか、そういうときに使っ休憩時間いいですね、<の>オフィスとかのいいですね、あ、まあま電力関係ないですからね、うん そのなんかちょっとそのデジタルデトックスした方がいいタイミングってありますからね。うん、時に言いいみたいですよ、はい、っていうことで、はい次いきます、はい、なんで <laughs> 次は睡眠用におすすめ、クレッシェンドスリープ二十五。はい、新品価格三千六百三十円、発売日二千二十年二月二十三日発売の製品です。主な特徴安眠用に特化したイヤープロテクター、九十デシベルの騒音を二十四デシベル程度に低減します。お、めちゃくちゃ強いじゃないですか。独自の強いですね。独自のアコースティックフィルターにより通気への影響力、影響も少なく圧迫感も小さいようなものになっております。 これもプレセントの製品ってあの、はい、あれですね、まあ定番じゃ定番ですよね、うん。これいろんな種類ありますからね。後からもう出てくるんですけど。と、まあ、はい、あのつどこどこ用にその向けで作れましたよっていうのがすごいたくさんあって、うん、あのユニークなのはあの鉄砲を打つ時の時の、はい、あのイヤプラグあ。確かにめっちゃ耳元でパンってなるんですよね。とか、あとはその花火とか。 あと,あとモーターサイクルみたいなも、うん、モーターをやったかな,、うん、なんかそのエンジン音用みたいなものとかがあって非常にその強い車音性のものから、うん、え後々に紹介しますか音楽を聴く時に使うような、うん、の程よい車音のものとか、うん、あと待機がこういうふうになってますみたいなやつとかがあるんですけど、うん、まあやっぱり寝る時なんでね、うん 遮音された方がいいですよね結構でも今回あるじゃないですかそのスリープ25は遮遮音音性といいいうかかの遮音の能力の幅大きいんじゃないですかねうんやっぱ睡眠用やからもう声とかも聞かなくていいですもんね人の声取り入れたいとかもないので、うん、さっきとかだったらちょっとオフィスで声かけられた時とかは若干気付けるようにしておきたいとか、はい、そういう場面で普段用っていうのは使えるんですけど。 睡眠よってなるとやっぱ逆に声とか聞きたくないからもうがっつりと遮音っていう感じで,で、ねはい、なんか私家がめっちゃ駅うるさいんですけど<ー>なんかそれいいなって思いました<で>電車,電車そう電車近い人とかいいんじゃないって思いましたなるほどね結構なんかこう私はあ,のあんまり気にしないタイプであるんですけど気にする方ってもう例えば繁華街っていうかねあの、うん、飲み屋街が近いとかやったらう,うるさいとかもあるし。うん 結構ねそういう方もいらっしゃると思うんでいいんじゃないかなって思いますよ。俺でもな、俺あれなんよある程度俺ざわざわしてへんと逆に落ち着かんねんな。うん、あ静かじゃない方が。そう,うあのなんか寝る時にテレビつけとくタイプの人とかいません？ああ明かりないとないわよ。そう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 いう感じでなんていうの,、えー、そのちょっと存在があってくれた方がよく寝れるみたいなさラジオつけて寝るみたいなとかない？あー あるかもありますあります。知、うん、間に寝てたい感じですよね。わかります。ねちょっとなんかその静かなところやと、うん、なんかこうまあ寝、ね、寝ようとするやんか対自分ですもんね。そうそう明日はあれの収録をやって <laughs> あれの物撮りを。真面目なんです。あでもあの物撮りはあの人にお願いしたから。うん でもこっちやっとかへんと間に合わへんくて、あ、でも、あの提案書書いてないなとか。っていうのあって、これ <laughs> <目>すごいこう、逆に寝れへんくなるやん。まあ、や、考え事する時は、ます、うん、あの、だから、集中力とか、高めの時は静かなとこいいから、逆もしかれみたいなね。うもうちょっと、ボワンってしたいのよね、だから、その、気分的に、寝本っていうのは、わかんのよ。うん 日本ネホ、はい、ユーザーいますか？ねえ。<laughs> 昔は私も聞きながらやってネッツとと思って、うん、でもねそういう方もいると思うんです。そんな人にぴったりなイヤホンあります。は,はいお願いします。<laughs> イヤホンじゃないのよ。<laughs> イヤホンイヤープラグセミオニアスメボーズスリープバット 2, 2>、はいはい、新品価格29,700円発売日が2020年10月29日発売の製品です。 ボーースリーパーアプリと連携しヒーリングサウンドとノイズマスキングサウンドを再生10年1回で最大10時間まで使用可能お持ちの音楽オーディオブックポッドキャストなどの再生はできませんということで本当に音をねそれ用の寝る用の音を鳴らしてくれるイヤホンがこちらになりますこれねボーズって言われたらノイキャンのものかと思うんですけどノイキャンのものではございませんよ。これね、普通の、あのあ イヤホンに見えるんですけど。そう、なんかもう、むちゃくちゃコンパクトな、あの、ノイキャンが出たわけではないんですよ。う,ーんうん。じゃなくて、これも専用の音しか流れないんですよね。うん、で、これ自体もすごく耳にピタって、フィットするんで。で、なんか、はい。 これね<う>、あのー、以前に多分、梅田エストテあのベルちゃんと特集の動画を作ってると思うんでう、あのー、気になる方はぜひそちらの方も確認していただきたいんですけどもペッタンコヒーリングサウンドとは何かねとのね、あのー、コメントをいただいてるんで、はい、じゃあ、今からですね、肉さんにヒーリングサウンドを体感していただこうかと思います。はい、<laughs> これだだーアプリケーションじゃあ押しますよ、はい 放送に全く、あの、乗らない、ことをしてしまいました。申し訳ございません。今、今、どんな音流れてるんですか?。なんかね。あの、外音って感じ。なんやね。外音。もっとあるでしょいうこと。なんか、これ、合ってるのか、わかんないですか。私、結構、夜中の高速道路の音みたいな聞こえの、めっ好きなんです。あれを感じる。 えっとね、そんなうるさくないですよそんなうるさくないけど、うん、なんか人々が生活してるなっていう音が「さわ、うん」みたいな「さわ」みたいなはいこれ,これもつけてやこれどう これキャンプ。キャンプファイヤー。これキャンプやこれキャンプファイヤーという、あの、もぼんやりしたサウンドでして。ちょっとた、焚き火っぽい音と。そう,そ,うそう、そう、そう、焚き火のパッチ。そう、虫の音。<laughs> そう、虫の音。そう、虫の音とかがするような。そうですね、川の音とか波の音とか、そういうやつですね。私、さっきのが好きかな。はい 高速道路の音それは戻せって言ってるんですかな <laughs> ちなみにですね高速道路の音って谷さんが思ってるのは多分深海です、はい、深海やん深海、はい、<laughs> 深海の音好きみたいです私海の中、ね、入りたいからなあそう <laughs> 多分そういう接点があるんかもそういうキャラクターを構築しようとしてるんですか、はい、海の中入りたいキャラ海の中に入りたい。はい、はい、いいですねこれ 結構あれですよね今までの耳栓とは一味違った、うん、その遮音をしようっていうわけじゃなくていい感じのこの音を鳴らしてこの意識の中でこのさわーってしていこうっていうね遮、うん、音,音っていうかその意識をこう変えていこうっていう風なタイプのものかなと思いますちなみにですけどこれはあのもうイヤホンというかそのイヤバツ自体の本体がもう全部柔らかいタイプのものなんでほら、うん、睡眠用に作られたものです。なので 寝ても大丈夫、寝落ちしても大丈夫。ちなみになんですけど、これはあのアラームが鳴らすことができるんで、<ー>あのー、起きれるっちゃ起きれるんですよ。<ー>なんでそのちょっとね、あの気になさってたあのー、なんていうの起きれないじゃんみたいなとかもないんじゃないかなというふうに思います。<ー>これですね。アラ,アラームめっちゃいいですね。はい、これやっ耳元絶対起きるもん。 いやでも起きますよ、それこれ。あーなるほどね、たいさん、ちょっと購入検討された方が <laughs> 確かに。はい、というわけでね、ちょっとチクチク言葉になってしまいましたけども、はい、違う。別のやつも紹介していいかなと。はい、睡眠用があればこういうものもございます。はい。はい、水中で使いたい方にもおすすめの製品が、イヤホンにもあります。はい。夜中アクアユー。 はい。これ ADV の製品なんですね。ADV の製品。はい、これ ADV ってなんかこう変わったイヤホンいろいろ出してるイメージありますね。はい、ADV はあれですよ。あのー、プニプニのやつ。ネオン作ってるとこですよ。ねがイヤイヤホンじゃない。耳栓も作ってます。新品価格は2970円。スマイブ2019年の11月29日発売。サーフィンや水泳中に耳の中に水が入るのを防ぐ水中専用のイヤープラグ100%低。 低刺激性シリコン製で最上級の快適なつけ心地を長時間提供防水フィルターによって水は遮断されますが周囲の音は聞こえるようにデザインされておりますすごいのよ。うんこれはすごいと思うよでもねこれすごいんですけど,ど<う>すごいなって思うんですけど試したことないすいません試したことないもう大変ない 水芸人として一回ね泳いでみないと海行っていやもうやってみたかったんやけど残念ながらなあの調べてみたところ、はい、仙台駅前店スカイプちょっと今サンプル展開してないです、ね、仙台の皆さん逆にね太平洋でね <laughs> 寒そうやけど <laughs> たらですねあのにわかにそのコメント欄が「おやるか?」みたいな感じのね雰囲気を感じますけども非常にやってみたいなというふうに思ってるんですけど もうでも水系のね、はい、あの話とかはね、うん、あのもう早くやっとかないとそろそろ10月になってこの案件が来るとマジできついんで <laughs> 今やあともクラゲ来るしね海はそうなんですよねただですねあのー、もうね、うん、仙台ポタフェスが近いんで、うん、もうそんな暇がないっていう、ね、逆、はい、感じでございますので。 あの<然>ダイビングに使えるかどうかはですねちょっとわからないんですごめんなさいちょっとダイビング自体をですねしたことがないので浅瀬でしか僕遊んだことがなくてでもやっぱサーフィンとかって書いてるから、うん、まあ 潜るのはどどううなんやろうって感じもしますけどそうです、ね、でもあのなんかサーファーの方って耳がずっと水ずに濡れた状態で風にもさらさ,されるじゃないですか。はいはい、でなんか外耳道になんかこう骨のこぶみたいなのが作られることが、うん、まあ多々あるみたいなんですね。はい、でそういうのをこう守るためにもこういうのをつけられる方がいいみたいなので、はい、まあプール海よく行かれる方とか、うん、まあこれからね海行く方とか プール行ってる方とかも多いと思うので、はい、まあね水入った気持ち悪いです、ね。<laughs> ぜひご購入を。すごいシンプルな意見。えっと、水入った気持ち悪いからね。<laughs> ご検討ください。あのあれですよね。あのこの。 普段で使うというよりかはこれはそのよくよく水に入る人が使った方がいいっていうようなもんなんでたまたま水に一回入るぐらいの感じでは別にその使わんでもうっていう気もするんですけどまあでも何回か海に行くしなとか、うん、プールよく行くしなってプール水入ること結構多いんでそうですねプールよく行くしなフィットネスでよく使うしなっていう方とか趣味サーフィンとかの方とかはあのなるべく使った方がいいのかなというふうに思いますね、うんはい、危ないんでね。 ぜひご検討ください。ご、はい、検討ください。ポタフェス、はい、ポタフェス後にはやりません。疲 <laughs> れてるから溺れちゃう。はい。えー、っと、はい、今今日は健康番組です。はい,はいい,い <laughs>。はい。お子様にもおすすめあります。クレスチェンドキッズユニコーン20可愛い,い、はい、3630円。 発売日が2021年8月29日お子様の聴覚大きな音から保護するためのモデル低アレルギー性の医療グレード素材を使用高デシベルの音波による悪影響を低減し本来の聴覚能力維持に役立ちますいやそうなんですよお母様見てますかお母様方見てますかお父様方見てますかははい。はい。自分のやつばかりこう出る場合ちゃいますよ <laughs> 保護にもねやっぱね お父さんお母さん世代の方が多いと思うんですけどとなればやっぱライブ好き音楽好きな方も多分多いと思うんですよ。そうとなるとやっぱね子供たちもね一緒に連れてったりお子様も音楽が好きだったりすると思うんですけどやっぱ大きい音を浴びせるのは危ないっていうことでお子様にも耳栓一つ買ってあげてください。そうううですねなんとといかかどっっちて やっぱお子様の方が僕はあの聴力守るべきやと思うんですよね僕とかはもうライブとかも行きまくってるし、うん、アホみたいな音量でその練習しまくっちゃってるんで、うん、もう後に聞かれへんとか、うん、あの多分精密に検査したらもうどっかの待機とか抜け押してんちゃうかなと思うんですけど。うんうん あのやっぱりピュアなその聴覚はなるべくね保護しといた方がいいのかなと思いまして、うん、ただそのクレッシェンドの製品をそのまま使おうと思うとやっぱ耳が大きかったりとかピースが入らなかったりするので,そで、ね、やはりそ,のそれ専用の,その小さなタイプのものを使っていただいた方が、えー、聴覚保護にあの一歩近づくのではないかというふうに思います。うん、あとですね ちょっと可愛いんですね。うん、サイズ感的にも可愛いですし、パッケージも可愛く仕上がっておりますので。ユニコーンですから、ね、名前が。そうなんですね。使っていただきたいなというふうに思います。ただでもあれじゃないですか。はいうん、あのなかなかね、あの見つけるって言ったって、うん、あの。 耳の中にさ、うん、入れたくない子って多くない絶対多いと思う嫌がる子多いと思う,う,、ねそうね、全然やってくれへんのよね、うん、あのー、キッズの方々は方々元気キッズの方々はね元気キッズの方あの入れといたらピッて捨てるからね嫌ってってそ,<う> <laughs> そんなお子様がいても大丈夫はいこちらはいオナノフバディフォングラディアン お、はい、値段3330円発売日が2020年2月28日有害なノイズを印象的な 26dB 削減事、はい、業に集中するための音遮断ツールにも、はい、厚手の低刺激性イヤークッションのイヤーカップはきつすぎることなく頭と耳の周りにぴったりヒットし数時間着用していても快適に保ちますこれでもあれですね。ヘッドホン型です そのそうなんですよヘッドホン型なんですよね、うん、でこれなんですけどあの重いなんですけどねだいぶそのデザインがめちゃめちゃアメリカンな感じしません、うん、えめっちゃ可愛くないですかメタリック、えー、そうなの私めっちゃいいって思った<俺>これ,れえめっちゃ可愛いないわどうやろうなんかもうあの浜田少年やったらちょっと嫌かもえー、メタリック可愛いのほら女子はみんな可愛いって女子だけ倒れるどっちかっていうとな、はい、なんかそのなんていうのその、うん ちっちゃい時のさ自分って思い返してみたらほんまもうんていうのこっっちじゃなかたのあそうなのわかる竜の絵描いた筆箱とか持ってたのよでもんか派手なピンクとか私好きでしたけどねピンクかわいいみたいなでもあれかねどっちかっていうと小学生とかなんかもねイメージというか小学生の12年生までっていうふうなちっちゃい子向けって感じはしますねちょっと大きくなったって感じより。 しますね、なんかすごい大きい音とかっていうのをそのなんか出るやろうなっていうふうな状況、うん、例えばそうですねあの僕がめちゃくちゃこうメタルが好きで、うん、もうどうしてもあの小さい自分のうちに小さいうちに「うんうん、一回これは見とけ」あの「音はそんな期間でいいか一回だけ見とけ」っていう時に、うん、その。 その嫌がる子供をね連れてうん,、うん、なんかあの「一回だけやで」って言ってこう無理やりヘビメタを見せるみたいな <laughs> そ,その時にこのねそのヘッドホンはやっぱいり,りますから。うんうんうん そうですよそう。イヤホンタイプだと、こうピって捨てちゃうかもしれないから、<laughs> つけてるなと。外から見ても、なんかつけてるなっていうふうな確認できるっていう <laughs> <に>、その派手さみたいなものっていうのは。あの、大事かなという気がしますね。あ、じゃ、結構。あ、はい、や、うん、いや、なんかフェスとか行ったり、そのライブとかでも、小さい子がたまにいるところで。はいはい、つけてる子とか、たまに見ますね。ああいうイヤーマフ型の。うち、結構見ますよ。ね。あのー。見ますよね。心斎橋。 やったかなあじゃあホリエか、うん、ホリエビジョンとかはなんかすごい<う>あの貸し出し積極的にやってたと思いますやっぱあるんやそうやっぱしかも小さいライブハウスほどうるさいというかこう、うんうん、なんですかねこうスピーカーと近さがやっぱあるしっていうのでやっぱ大事ですよねある程度やっぱその、うん、なんでしょうねその その知識が必要ですよね。そのお父さんとかお母さんにその知識が必要だと思う。んですよいや、そうだと思います。割とその自分は平気やけど、そのなんでしょうね。このおいでおいでってしてる。ちは、そのなんかわからん間にそのダメージを受けてる可能性があるから。うんね、まあ、あったほうがいいはいいかなと思いますね。うん、中学生ぐらいになってきてからでいいんじゃないかな。でっかいことはっていう気もするけどね。<laughs> お子様にはぜひつけてあげてほしいなって思います。はい、ぜ、は、ひ、い、お願いします。じゃあ次。はい。ははい、ライブ鑑賞にはおすすめはいクレッシェンドシリーズです。ですね、ミュージックうん、うん、クレッシェンドプロアコースティックと、はい、これ何ですか？ファッキンじゃないですかこれ。はい<え>。F C キング。<laughs> <グ> F C キングですかね。があります。はい。これはねあの種類によってデスデシベルスその音圧音圧の この下げる量が違うんですよね一応そのこの見て頂い,いて分かるんですけど、うん、真ん中はこうアコースティックや弦楽器ジャズコンサート向けだったり、うんはい、ミュージックはライブやフェイスクラブとかね結構カジュアルなところで楽しむよってなってるんですけど一番この25の方は25デシベルもの音圧を提言して、はい、大音量の音楽向けっていうことで、はい、かなりこう違うくなってますねそれぞれ。 これでもね、あのー、なんでしたね、FC キング君はめちゃくちゃ多分音でかいんですよ。うん、音でかい現場用なんですよね。うんうん、25デシベルなんで。で,ね、でもあくまで音楽向けなんで、その音楽は通してこないといけないから、うん、なかなか難しいんですね。ね、ニュアンスはそのままに音量だけはボリューム。なかなか難しいですね。うん、でこのプロアコースティック15ってあるじゃないですか。うん ここれれ僕一番これ好きなんですよ、えー、あの明瞭感がやっぱあるでもその低減されてるかどうか、うん、その音量が抑えられてるかどうかで言ったらあんま抑えられてなくて、うん、ちょっと抑えられてるみたいなこれがめっちゃいいどちょうど絶妙ななみたいな、うん、でもすごいですよねこう耳栓だけでこんだけの種類があるっていうのも またこう耳栓の大事さが分かるっていうと、ね、全然違うんやなっていうのを感じられるんじゃないかなって思います。うん、スタンダードのモデルで言ったらね、ミュージックが一番、うん、よ,よく見かけるし、るあと価格が優しい。そうですね、うん、買ってみようかなってなりますし、本当に初めてのそのライブハウス、ライブハウスやライブ用の、うん、見に行く用の耳栓で欲しいってなるんやったらちょうどいいんじゃないかなって私も思。そうですね。 ホースティック15はいいなあ。激推ししてる感じなんであれですけど、おお私ループ使ってもさっきのループのこれ、あのちょっとスライド作ってないんですけど、フェススライドないよな。多分ないんですけど、<laughs> これメタリックになってる？さっきのは全部シリコンだったんですけど、これは穴が開いてるんですね。ここ穴が開いててここ,ここ穴穴が開いてるので音が入ってくるよ。っていうタイプの？はい ものこれ使ってますすいいですやっぱあのー、さっきのお子様の件でもそうですけどでかい音でそ,そのまますごい楽しいんですけど家帰るるとすすっごい耳鳴りがするんですすよしてます、ね <laughs> はい、でも電車の中とか寝る時とかずっと耳鳴りするんですけど、うん、それを指見せにしたらそれが全然ないっていうか。 ないので、うん、そ,うそこがすごくライブ終わった後にすごい耳栓のありがたさ感じるなっていうはい、はい、耳がやっぱそれだけ疲れてたんやっていうのは感じられるなって思うんでぜひライブよく行かれる方はねそうですね、まあ、でも,もう結構あれですよねその イヤープラグも僕結構沼やと思ってて本んに買えますよね全部この時はこれ使いたいとか<ー>この時はこれ使いたいとかって言い出したら結構なんか買っちゃう値段かなと思うんですよね、うん、あ確かに 3,、ね、か最初ミュージックで2000円じゃないですか、うん、でそれ買った後なんかそのアコースティック15ってどんなんなんやろうってちょっと聞いてみたらあれ、うん、これの方がちょっとこうクリア感あるなと思ってそっち使ってるけどでもそのままその 大音量のライブとかで言ったらもうちょっと下げたかったなって言ったらもう f c キング g くんとかなんかすごいあ,のあれの製品名に関して気を使うような感じになりました。<laughs> いかんいかんと思って危,危なかったもしかしたら言ってしまってるかもしれないと思って <laughs>、はい。 そうですよね。そう、二、うん、日間ぐらい耳鳴り消えへん時とかありますよね。ありますね。そうそうまあ、みんなこうたらいいねんっていう声が聞こえる,こえる方はさすがですね。もうすで,にねでも、なんか、はい、結構耳栓って好みもそれこそあるんで、こういう聞こえ方の方が良かった。うんうん、ライブ行ってみて聞いたら、あ、こっちの方がいいなみたいなのもあるんで。ありますね。はい結構こう試して、試してになる感じはあるかなって思います。はい。でですね。はい。 ヘッドホンタイプもございます、はい、おさま用だけじゃないです はい、jvcepem 七十、新品価格六千五十円、発売日が二千十九年十月十日。うん、ヘッドホンではありません、イヤープロテクターです。はい。<laughs> なんか面白い <laughs> そう。かっこよすぎて、ヘッドホンかなって思っちゃうよね。違います。うんはい、イヤープロテクターです。<願>い <laughs> 違います。ってめえやん。回転感、はい、高音域から低音域まで安定した高い遮音性を実現、<laughs> イヤーマフのイメージを一新する。ヘッドホンライクなデザインを採用そうですよね。はい。 これ JVC のヘッドホンなんかなって思うこれでも思うにやねんけどあのー、今までのイヤーマフとかって、うん、僕のイメージやとコーナーに売ってるものやったんですよはい。聞こえてる方が不安になるなかっこいいなんか聞こえてますけど、はい、こあ声は聞こえてるんですけどそれこそ、うん ちょっと静か。でもさっきのイヤホンとか普通劇用のイヤホンとかよりはちょっとだいぶ聞こえるかなって思うんでうん、うん、これこそ結構音の大きいライブハウスとかにちょうどいいんじゃないかなって思います。でもこれはどっちかっていうとあれですね、その結構メがでかい音用じゃないあー確かに。メ、うん、がでかい音現場用やと思います、ね。あでも確かにな、なんかこういるところっていうよりはこう全部こう サッとシャットアウトしてる感じあるかな？あと、なんかすごい。その誰の耳でも遮音できる感じがあるから、なんかみんなで使えそうですよね。なんか、ね、使,い使い回しが効くというか、耳に会えへんわーってことがなさそう。確かにで結構速圧はありますね。しっかりとうこう。イヤーパッドも硬めで。 あの遮音するぞっていうね、<ー>意気込みを感じられる方ですね。いいですね。あの、えっ、ー、と、なんかね、あのライフル構えてそうっていうのは、ちょっと、ね、<laughs> 思いましたね。でも、なんか、そういう場面とかでも良さそうですよね。結構、なんか、ズドンって、うるさい場面でも、いい感じに、音遮断してくれるような感じだと思います。なんでしょうね。あの花火打ち上げる、その現場に居る人とかね。あ、下に居る人。うん、そうそうあと、飛行機をこうやってる人とかが持ってるタイプの。そうですね。結構、なんか。うん うん、そういう場面でこうなんていうんですか現場的な、うん、でもそれ考えたら結構リナルんかヘッなんかこうしっかり勉強しよう1時間は絶対集中って思った時にこれ使うとかいいかもね <laughs> 絶対集中ね <laughs> そう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 絶対集中するぞって時にいい音楽を聴いたら他のことを気になっちゃったりするからねそうでもヘッドホン型っていうことであの業務用感が全然なくてスタイリッシュで、うんはい、いいデザインだなと思います。 なんやったら僕これと同じ形のワイヤレスヘッドホンめちゃくちゃ欲しい。普通に欲しいいかっこいいです、ね、ということで最後です、はい、皆さんお待たせしましたお待たせしましたはいどうぞあお願いしますすいませんライブ鑑賞用におすすめになりますこちらはアズラのポム線 POM 線,線でいいんじゃないかなポムって呼びたくなるポムかわいいな読み方。イイ <laughs> イヤープラグライブ用イヤーーラララググブ用です ポムって言っちゃうじゃないですか5920円発売日が2022年8月19日本日です最大マイナス 35dB をカット密閉と解放2つのモード切り替えが可能なずるいわーず,るこれずるいわーそれはニャ <laughs> ンピースを付け替え付け替え方式採用、はい、ででですよ、うん イヤーフィ、セドナイヤーフィットマックスとセラスティックが付属してるって。ずるいわー。これ、あれですね、完全にオーディオオタクホイホイしてる感じがする。はい、そうですよみんな好きやもん。値段考えてみてくださいよ、五千九百二十円で。えー、っと、うん、セドナイヤーフィットマックスとセラスティックが、えー、っと、<う>付属するんですよ。おかしい。おかしいよ。おかしい。 ずるいずるい。これなんか、ただの耳、耳栓で、まあ、六千ぐらいでした。ちょっとお高めなやつなんやって思うんですけど。うん、あの付属品やばいです。で、使い方もいろいろありますということで。こちら。あります。これみんな、やっぱポンって読みたい感じなんですね。ポン。ポン、可愛いもんね、名前。ポンです。<laughs> すみません、後で怒られるかもしれない。ポ,ポ,ンポンで,読んでいいんかな。<laughs> はい、これね、実物をお持ちしてるんですけど、うん、なんとこれは、はい、テクニカルのバンブーくんの今夜のお供です <laughs> はい、私物です。<laughs> 今日買ってたねそう,そうそう、そう。多分これであれですソニックマニアに行くんですよあそうこれでいくっつってすごくワクワクしてます楽しそうやなうん、ニヤニヤしてる、ね、ニヤニヤしてるなはい、で、こちらが本体、はい、かっこいいねん、これがまたこれ何か彷彿させますよねって話をすごくしててああ、れですか、あの <laughs> プレイヤーなりってことですかプレイヤーっぽい <laughs>、ね、何か言プレイヤーっぽいこれかっけいいですか開けちゃっていい開けてい,い,いいですかバンブちゃんすみませんね、あの素手で大丈夫です、許可いただいてるんでそう、ちゃんとそうよバンブーさんの私物を開けさせていただくという許可を得てるんです。う、得てます、これかっこいいめっちゃかっこいいな、これマックスが付いてんねんなこれね開放と、うん、ができるんねそう、えっと そのね、あのくるっとそのイヤピースの部分をあの引っ張ったり曲が曲げあの回転させてもらったらモード1モード2っていうのが選べて、まあ、その上の部分にそのなんていうんですかね,ねそのポッチを持ってくると,、えー、っとクローズのモードで、ね、下のところにポッチを持ってくるとオープンのモード。ね すごいそうなのよねーかっけーでこれに関してなんですけどえ、バンブーくん大興奮のポイントがもう一つございました。はいはい、こちらですねあはい。これがケースなんですよもうすでにかっこいい<で>ケースもいいっていうところがね、熱いよね 開けちゃいますね、すみません。失礼します。バンブーさんは一回開けてるんで、バンブーさんより先に開けたりはしていませんよ。私は、めちゃくささかれるかもしれない。そそうう。そんな。バンブーくんのやつ、勝手に開けよったみたいな感じないですからね。そう。でですね、やっぱこのトゥルーワイヤレス式型。式型、全部同じやって。全部トゥルーワイヤレスっぽいんよ。そうそうそう。なんかもう、初めて見たものみたいな金じがかくなって。まあかっこいいなんですけど、はい。 人のもんって緊張する,のは緊張するねょう、境界立てやからねはい、はい、ストラップがついておりまして右左をちゃんとそのねこう外していい,よいいよっていうふうなことですねそ<う>外して首に大き行けるよっていう,うア,イアクセサリーもついていてさ<う>さん中見さよ、うん、これですよこれイヤーピースがねついとるっちゅう話なんですよセラスティックとックはい,いマックスですね マックス一個本体についてます。はい。なので三サイズずついてるってことなんですか？はい。なのでバチバチお買い得じゃないか。SML これ。はい。あの自分に合うやつをね選んでくださいってよく言いますけど。はい。耳栓もそうです。そうですね。そう絡まりも二色ありまして、これバンブーちゃんはガンメタなんですけど、はい、ブラックもあります。はい。これちょっとねケース豪華ですよね。 ね、これケースでもなんかこれ耳栓だけじゃなくて普通にいいろろ使えそうですよ、ね、いやそううでですすよなん私的にはケースマニアの僕的にもね、うん、これはもうちょっとう買っといた方がいいんじゃないかと <laughs> ケ,ースケース欲しさにですね,ねそ,のその筒状のケースとその袋状のケースとイヤーピースが欲しいんですよ。 どっちかとというと僕そんなイヤ,そのイヤープラグはもういいんですよ、うん、そんなに別にめっちゃ欲しくないんですけど、うん、別に欲しくなくても買,う買ったら得っていうのが分かるんですよね, <laughs> ねこの業界に長くいすぎてましてですねあのこのセットアップが非常にお買い得っていうのがとても伝わってくるここういういとやそうなのよあ上下やってるか バンブさんないですいません待ってるかやばいやばいやられるやられるめちゃめちゃお買い得かというふうに思いますこれバンブちゃんね使ったソニックマニアで使った感想を聞きたいねそうですねなんかそのめっちゃいいですよねえんめっちゃいいですよねお買い得感ありますよねどうでしたバンブちゃんとりあえず買った感想いいな質感が良くてすでに 質感が良くて、すでに気に入ってる。は、まあまあ、い、すでに気に入って。るこの後使うと思います。はい、そう言ってた、もうこれ買っただけで満足みたいなぐらい、このなんかこうセット、これを見て、なんか眺めて楽しそうでしたよ。すごくうん、そうですね。ぶ、うん、もう物質的にすでに欲しいです。ね、こうお得感がすごいですよね。はい、あのイヤピースが、まずもうぶち切りに、ね、まずお得。二 <laughs> <laughs> 個つ、二種類ずつ。しかも人気の、今、新しいやつと人気のセラスティックは。 しかもイヤーピースじゃない耳栓自体もオープンとクローズができるからライブ用にもなるしそのちょっと遮音したいなっていう場合はクローズで。 いけるっていうこう二通りできるっていうところもまたいいなっていうところですよね。いはい。詳しくはあの本日あの動画がえ上がっておりますえイヤホンの YouTube チャンネルでえ大阪の川野くん川ちゃんがえ詳しいレビューを上げてくれてます。はい、えその動画ではですね、あの他社製品との比較なんかもしておりますので非常にえ製品の魅力伝わりやすい内容になっているかと思います。ぜひご覧ください。川ちゃん先コメントしてくれてましたね。そうですね。はい。ぜひ見てください。はい,はい。はい。 っていはい、言うてね。はい、本日はこの辺りでイ、はい、ヤーピース、イ、え、ヤープラグの世界。いろいろ見てまいりましたが。はい。いかがでしたか。いかがでしたか。<laughs> 質問を質問で返す。<laughs> <laughs> はい。ライブ最近行ってないからな、私も。ちょっと使いたい。ね、あ、そんなこともないか、最近でもないか。ちょっと前言ってたか。 ね、けど、うん、そうですねやっぱ耳栓大切やなって思います夜寝る時耳なりすごいんで耳鳴りですか <laughs> そ,<う> <laughs> そうですね僕はやっぱその、まあ、今回はやっぱりね POM 栓の,あのお買い得感が凄まじかったので <laughs>、うん、えと僕は全然ね耳栓とかを必要としてないんですよあの、うん、音出かけてでかいほど楽しいと思ってるんでなんですけど欲しくなりましたこれねアズラの ぽ、うんぽんちゃん,、うん。そうですね。あとはなんかあの。ここ最近やっぱ思ったんですけど、はい、集中しようと思うと。やっぱね、あの音楽聞いてた、いかん。あ、音楽聞いたら、音楽になります、ね。音楽のこと聞いちゃう。もん歌っても、なんか知らんまに、うん。なめなめ、集中力ないみたいんで。そう <laughs>、うん、いつでも電話出ちゃうし。ワイヤレスイヤホンとかやから、からあ、はいはいって言っちゃうからね。 そう、なんかこう、ちょっとね、デトックスした方がいいのかなっていうふうに思いました。はい、はい、では、皆さん、お仕事の時間を,アをあ。アンケート、今、今アンケート終了ね。はい。はい、どんなでしたか。まあね、ライブ。はい、みんな、どんなか、百六十三人もありがとうございます。ありがとうございます。お家で過ごす方多いですね。ライブ行ったかでも、次に多い。何言ったんやろう。ね。 <laughs> な感じで皆さんあの。お家でゆったり派の方が多いですね。まあお家でゆったり派の人はイヤホンとかヘッドホンで楽しんでもらってライブ行くよーってかいう方は耳栓持って。まあ、はい、でもライブ行ったと配信ライブが結構多いんですよね。<laughs> そうですね。やっぱなんかなかね、うん。配信ライブが多い多くなってるんじゃない？比率的に。そうですね。なんか最近なんか地方の方でもそれで見たりできるからそれはいいところですよね。うん、思う。中間。 秋戸とかでも使えるんかなポモちゃんっていう,うの話ですけどありなんじゃないかと思うんですけど実験してないのなんともえない、ま、やどれくらいコシャンプでかそれがもういなずるいずるいそんなこともできて <laughs> ずるいそう <laughs> <laughs> でイヤンピースもこれつ,、うん、ついてるのだけじゃなくても自分の お好きなやつも使えるので、もういろんな試し方ができるっていうのもまたこれあれですよね。いろいろこう付け替えができるっていうところもこうマニアの心くすぐす、ね、そうよ、イヤーピースあの変えたりとかでしょ。うん、どっちかっていうとほらあのヌアールのトラックとか使ったりとか、うん、トラックプラスかあの遮音性下げるタイプのイヤーピースね。そう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 ,そう。とかをつけたりとかするんじゃないの。 どうなんやろう今日楽しみにバンブちゃんに多分ねバンブちゃんがそれは後日試すと思すそうそう、<laughs> 1 0 <laughs> 一番こう後ろにおるのにね一番いろいろ試してるっていうのが面白いところですけど <laughs>、はい、ありがとうございますはいということで未選コーナーでしたはいじゃあ今日のお仕事の方していただいてもよろしいですか。 はい、あそう、ライブ以外にも使えそうですね。パチンコ屋ありですね。パチンコ屋一番使えますけど、ね。確かに。さそうなんでね。<laughs> ねかんない。まあ谷さんはスロット派でしたっけ。私行ったことないんで,分かんないです。<laughs> はいお仕事のコーナー。<laughs> はい、なんとなんと。オタフェスですよ。いや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 。九月の十日十、えー、土曜日ですね。はい、仙台焼島インビーンズ球階にて。 イービーンズ9階っていうとポタフェスじゃないわえっ、ー、とイヤ,イ,イヤホンの仙台駅前店が入っている商業施設なんじゃないですかそうですよその施設の9階だからエレベーター上がるだけでポタフェス会場ついちゃうっていうねやったね暑くも寒くも雨にも濡れないっていうしかも仙台駅からめちゃめちゃ近いっていう <laughs> はい立地最強ですね驚くほど駅から近くて会場もイ,イヤホンもあるっていう、うん、最強なんじゃないか今回 そうですよそんな仙台で、うん、しかも仙台駅前店ができて初のポタフェスなので、はい、ぜひ皆さん東北の、ね、皆さんも来てほしいなって思いい、ます。はい、これですはでねあの。ポタフェスナンバーがあの始まるぐらいのタイミングで僕は知らされました。 本当に、本当にビッグニュース。そう、みんなと同じくらい。<laughs> そうですね、一日しか起こさないんでね。<laughs> <laughs> はい、で、入場料は無料なんですけど、事前登録制となっておりますので。こ、はいあのー、もう絶対に行くよっていう方は、あのー。 事前にチケットをご購入頂い,いて、はい、あのさっきコメントに書いてるブログから飛んでもらったチケットをご購入の買い方みたいなのもあるので、はいはい、それでご購入いいただければなと思います無料でどっちかっていうと、ねまあ購入というよりかはその事前登録っていうところがあの主になりますので,ですとりあえずとりあえず買っとくっていうのもあり。 そうですね。買っとくっていうか、まあただやから、なんて言ったらいいんやろうね、登録しとく?。っていう感じですかね。そうまあ、行くわっていう連絡するぐらいの感覚ですよね。あそうそう、もう、して、もう気軽にしてください。はい。ただですね、その当日ですね、あのー。近くでジャズフェスティバルとかがあるんですよね。うん、あの、スケジュール的にね。<う>なので、宿が取れないっていう。あ、らしいです、ね。ことがあり得るというか、うん、その見越せるので。うん、あの、宿を取らねば、いけない距離の方は。 宿を取ってください。早めに。はい。え、いきます。ありがとうございます。お待ちしております。嬉<し>す <laughs> はい、ようやく仙台行き競いに、ね、私も行けるということで楽しみです。はい、ということで。ではい、次行きましょう。はい、イーホンスタッフ、まだまだ大募集中です。そう、はい、スタッフ、秋葉原、名古屋、仙台。 はい、店頭スタッフと配送スタッフ、PR スタッフ、ウェブスタッフ、はい、ラボスタッフは終わったのかな、わかんないけど。はい。はい。そうですね。すあのー、なんというか、ギャルとギャル TikTok とギャル。ここのこの二つがキーワードです。<laughs> はい。ギャルぜひ,ぜひお待ちしております。僕はギャルだっていうね心がある方全員お待ちしてますよ。ポリス。はい。はい、イヤホンで買い取りご利用の抽選。 イヤホンで買い取りご利用で抽選で2名様にロボット掃除機ルンバ i2 が当たります欲しいですねこれ簡単ですよ8月31日までに買い取りご利用していただいてキャンペーン特設ページでお申し込みしていただいたらなんと抽選で2名様に当たりますということで ご利用された方は、ぜひ全員これね、キャンペーンやってください。はい、そっとしておきたいですね。その、勝手にね、掃除してくれる。んですよ、ね、はい、<れ>めっちゃ欲しい、これ。めっちゃ欲しいな。めっちゃ欲しい。はい、次お願いします。レビューキャンペーン始まっております。信長ラボの。えっ、ー、と、レビュー。信長ラボ製品のレビュートークを大募集しております。レビューをいただいた方の中から、抽選で2名様に。信長、はい、ラボのケーブル。えっ、ー、と、これはなんや、霊表極み。 はい、ギルガメッシュオメガをプレゼントします。えらい名前やね。かっこいい。かっですね。うん、ぜひぜひ皆さん。これもレビュー書いたら。もらえるかもしれないんでね。うん、ぜひ皆さん応募してください。はい。身を尽くし。身を尽くし。でした。すみません。はい。身を尽くし。難しかったね。うん。 はい、ツツイイッターーーーのフォローリツイートキャンペーンペやっております、はい、こちらスピンフィット W1 のフォローリツイートキャンペーンになってます W1 を含む豪華イヤーピース聴き比べセット抽選でなんと10名様にプレゼントありがとうございます。ーイーヤホンのアカウントをフォローして該当のツイートをリツイートするだけってめちゃめちゃ簡単なのに10名様に当たるイヤピのセットがすごいですよ。 ということで、これあれですね。あのミクさんがあのブログ書いてくれてた分ですね。はい、いろんなイヤホンに W1 つけてみたみたいなブログも書いてるんで、買ったら見てください。はい、お願いします。はい、次、E パスお値引きキャンペーンやっております。こちら8月16日から12月31日まで長いですね。はいうん、やっておりますので、この期間に E パス欲しいなっていう方はぜひぜひご購入ください。はい、欲しい。はい、次。 アステリアンダケールン S.E. 百八十のサマーセールやっております。こちらのね、該当の三点がお安くなってます。こちらも十月三十一日までの対象対象ですのでお忘れなく皆さんお願いいたします。はい。はい。はい。セドナイヤーフィットクリスタルワンサイズツーピアパックが期間限定でセールです。はい。こちらも千、ちゃちゃ九百円か九百円お,お得になってるので。うん この期間中に買いましょう。うこ,この値段を見ていただいてもわかりますように、やっぱりね、さっきのやつはね、買い得ってことがわかります、ね。<笑><笑>結局ね、そこになるっていうんですけど、ポンポも言ってますけども、P.O.M. 線ね。はい、はい、お願いします。次、はい、ジャブラの期間セールも間もなく終了です。なので、この機会に、まあね、はい、五千円以上以上ねをすべてお得になってるので、ご検討の方はぜひ。 三十一日まで、ご購入ください。はい。はい。ウルトラゾーン、ヒロインたるもの、タイアップ記念、期間限定お値引きセールやっております。こちらも夏までですね。はい、えっ、ー、と、ラピスとワイルスヘッドフォンのイーザルが。三月三十一日までお安くなっておりますので。ぜひこの機会に。はい。<laughs> この機会に、はい、お店にもね、いっぱいこうヒロインたるものコラボになってるので、ぜひ見に来てほしいなって思います。はい。そして、名古屋のイベントです。 えっと8月の20 21日は店頭にて夏だイヤピだイヤピの家イヤピバー特別編を開催しますこわ <laughs> すごい尖ったイベントやってる <laughs> イヤピバー特別編ってイヤピバーでもやばいのに<う>イヤピの家っていう家夏なんでね今なんかもうイヤーピースを楽しむことが当たり前ぐらいの世界観で来るんですね <laughs> そうですよすごいイヤピの家はい夏だから、うん、はい なんとねこれゴールデンウィークに開催して大人気だったみたいですーが帰ってきます,すげ今回は夏テイストでお届けするっていう方で参加された方には綿棒セットトプレゼントってすごいですよミクさん見てくださいあの、はい、ウェルカム綿棒って書いてますよ。<laughs> おい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 。な <laughs> んてかいろいろ面白い。めちゃくちゃ好きやねんけど。<laughs> えー、えー。ヤピの家の頼れるスケッタマンとかもヤピは誰よりも愛し、ゲーミングも得意の爽やかスタッフいいですね。いいね。このポップいい,、ね、いいな。すごいなんかあの僕もイヤピランドみたいな話をしてましたけど、はい、実際に行っているところを見ると結構やばいですね。<laughs> <laughs> 客観的に見るとね。<laughs> そうそうそう。でもすごい好き。 ね、これなんかいいですね。うん、ウェルカムメンボーもすごい好き。ね、ちゃんとあの夏っぽくこう爽やかにメンボーをね、うん、プレゼントしてくれるっていいですね。名古屋オステの方は近く近くの方はいいですね。ぜひぜひ行ってください。はい、スーさんのスーはイヤピースーのス。あ、そういうこと？違うよ。覚えやすいですね、名前。<laughs> はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今のがラストだったと。完全に気を抜いてた。ヤピの家が最後でした。インパクト強いな。最初に持ってくるんじゃんか。これが締めです。締めなのね。独特のエンディングを迎えますね。ありがとうございます。はい、という感じで耳栓特集でしたが、ライフスタイル別っていうことでね、いろんな。 使い方があるねということ、をご紹介していきました。そうですね。まあ、最近はその遮音と言っても一辺倒ではなく、その耳の中に音を入れていくとか。うん、あの、どういうふうに遮音するのか、どういう状況で、ええ、遮音するのかというところが、まあ、キーワードになっているのかなと思うんで。うん、まあ、単に遮音すればいいというものではないということが、お分かりいただけたんじゃないかなというふうに思います。はい、うんうん。はい。はい、なので。ぜひ、皆様も、ご検討ください。そして、これは。本日発売です。 はいポムポム BOM 戦、はい、ちょっともうポムで定着しちゃいそうですね <laughs> 怒られへんかな大丈夫ですか、うん、そうですね、はい、後で怒られそうですね <laughs> <laughs> このね感想はねあの、はい、実際もワンブーちゃんとかね聞けたらいいですねはいそうですねはいという感じで <laughs> はい本日のイヤホン TV を終わろうと思いますはいはい毎週 イヤホン、TV、は毎週水曜日と金曜日の19時から「イヤホン」公式 YouTube チャンネルで放送しております放送、はい、しておりますのでチャンネル登録とグッドボタンの押すのよろしくお願いします。と、ねはいはい、いうことで今週も「イヤホン TV」をご覧いただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。はい、あ言い残したことありませんあええー、っと,、えーっと オーダーメイドの耳栓あったじゃないですか、はい、あれもう新しいのとか出るといいですね<お>出るといいですねこれは言っていいか分からへんあ、うん、言ったあかんねんけどあ、希望の話うん、言っていい、うん、大丈夫です、いいですね、バイバイ九、うん、月の頭とかね、気になりますよね、はい、<laughs> これもう終わってるから言える話あ、出るかな、なんか分からへんけど